第51回白祭りご来場いただきまして誠にありがとうございます。これよりは開会式を始めてまいります。まずは開会宣言を白祭り振興会藤川則文副会長より申し上げます。皆さんおはようございます。天気もなんとか持ちそうでございます。明日までの2日間でございます。まずもってですね、関係者の皆さん本当に準備からありがとうございます。ご協力感謝申し上げます。早速でございますけれども第51回たこ祭りを開会いたします。よろしくお願いします。藤川副会長ありがとうございました。続きまして主催者を代表いたしまして白祭り振興会会長野北悟より皆様にご挨拶を申し上げます。皆さん改めましておはようございます。ただいまご紹介いただきました白祭り振興会の会長を務めております、タクシー会議長の野北悟です。このたく祭りも今回で51回目になります。昭和46年に産業祭として始まってから、平成26年から場所をこのたく駅周辺に変えて、今回で10回目を迎えるようになっております。今年のこのたく祭りのテーマはみんなで体験してみるというふうなことになっております。よさこいやブラスバンド演奏そしてライブなどのほか同時開催イベントとして明日29日には会場周辺でクリエイティブアートデーも開催されます。イベントを通じてさまざまな体験をしてもらいタクの魅力を知ってもらおうという内容になっておりますので多くの方にご来場いただきぜひお祭りを楽しんでいただければと思っております。また29日には産業技術学院におきまして、産技祭が行われます。このパンフレットの裏の方にも書いてありますけどもいろんな体験ができるようなことも同時開催で行っておりますのでまたこのたく祭りの会場からシャトルバスも出ておりますので、そちらの方にも足を運んでいただければと思っております。最後になりますがこのお忙しい中ご臨席いただきました来賓の皆さんそしてこのたく祭りの開催にあたりご協力をご尽力いただきました関係するすべての皆様に感謝を申し上げそして来場された皆様方のご健勝ご多幸そしてますますの発展をご祈念申し上げてご挨拶とさせていただきます。皆さん2日間祭り楽しんでいきましょう。より皆様にご挨拶を申し上げました。続きまして主催者を代表いたしましてたく祭り振興会名誉会長でございます横尾俊彦たく市長より皆様にご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。今年今会長の野北議長からも話がありましたようにいろんなことを体験してみようという趣旨のもとにですね開催されます。ここにもありますように51回目でございます。全く偶然だと思いますがコロナとインフルの51ですよねと思いません？不思議だなと思っています。さあここに来いというのも51なんですよね。ちょっと遊んでみたいと思いますが昨日氷が降りましたね。県内各地で降りました。氷が降って驚いた方も多いと思いますがこれを楽しむ方を何て言うか知ってますか？ひょうきんな人って言うんですよ。で雪が降ってハウスで氷が降って穴が開くのかなとかね農作物大丈夫か心配しますけどまあなんとかなるよと思ってる人をひょうひょうとした人っていうんですね。まあいろいろ言葉遊びはいろいろできますけどもこの会場には飲食のコーナーもあればいろんな産業関係の展示もありますしあるいは農業関係のですね、品評会をされたみかんの展示とか他のもいっぱいあります。どうぞいろんなところいろんなブースに行っていただいてお声をかけ交流をし買い求め楽しんで味わって、素敵な時間を過ごしていただきたいと思います。こういう皆さんの出会い語らいが、
地域の活性化、宅の元気につながっていきますので、よろしくお願いしたいと思います。また出展をいただいている皆様、またいろんな関係でお力添えいただいている皆様にも心から感謝を捧げまして、挨拶に変えたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また本日はご多忙の中、たくさんのご来賓の方々にご列席を賜っております。ここでご列席の皆様方よりご祝辞を頂戴したいと存じます。まずは衆議院議員大串博様、お願いいたします。皆様おはようございます。ご紹介をいただきました衆議院議員の大串博でございます。第51回宅祭りの開催、本当におめでとうございます。コロナを乗り越えて昨年久しぶりに50回大会開かれて、もう50回を乗り越えて51回目になりました。そして今年はこうやってより盛大な形で開かれますこと、心からお喜び申し上げさせていただきます。私も佐賀県全体回っておりますけども、祭りが復活していく、これがやっぱり地域の元気だなと実感させていただきます。まあ、今年の場合には産業技術祭なども合わせて、宅の特性を合わせてのご開催、この祭りを通じて宅の元気がさらに盛り上がってくださることを心からご記念申し上げております。人の集まりを通じて宅を盛り上げていきましょう。本当におめでとうございます。大串様ありがとうございました。続きまして県議会議員野田雅人様、お願いいたします。皆さんこんにちは。3年間のコロナコロナコロナっていう、もう耳にタコができるような中で、 しっかりとこう、なんて言いますか、管理されている毎日っていうのがありました。今回はやっとそれが取り去られて、本当の祭りっていう姿になっていると思います。実はそのコロナの時に日本の何が一番なくなるか、7割の方が伝統の祭りがなくなるっていうふうに答えられたということです。そういった形で復活する起爆剤は、今日ここにいらっしゃる皆様方お一人お一人がですね、やっぱり楽しんでいただくことだと思います。店舗あるいは産業関係、いろんな方々が期待を込めて今頑張っておられます。そういった中で私たちがどれだけ楽しめるかによって、この祭りが盛り上がるかどうかだと思います。しっかりと祭りです、行事ではありませんので、人それぞれに楽しんでいただければと思います。しっかりと皆さんと共に楽しんでいきたいと思います。本日の開催、そして明日の開催、みんなで楽しみましょう。よろしくお願いします。野田様ありがとうございました。改めましてご多様の中、本日ご来賓を賜りました皆様方をご紹介させていただきます。衆議院議員大串博様、衆議院議員古川康様代理、秘書の中島明様、おめでとうございます。県議会議員野田雅人様、楽しみましょう。ご提案の中ご列席を賜りまして誠にありがとうございます。また本日は宅祭りの開催にあたりまして、たくさんのご祝辞を頂戴しております。ここでご紹介をさせていただきます。第51回宅祭りがにぎやかに開催されますことをお喜び申し上げます。開催にあたり人方ならぬご尽力を賜りました関係者皆様方には深く敬意を表します。
昭和45年以来長きにわたり開催され続けた歴史ある本祭典を通じて、地域の皆様方の親睦と笑顔の輪がさらに広がりますことを切にご期待申し上げますとともに、豊かな自然と壮大な歴史に彩られたふるさと多久市のますますのご隆盛ご発展と、ご参集皆様方のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げます。元総務大臣衆議院議員原口和弘様。第51回多久まつりが盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。多久まつり振興会の皆様には、日頃より地域の発展のためにご尽力を賜り、心から敬意を表します。本日の多久まつりが市民の皆様の交流と親睦のさらなる深まりに寄与することを期待するとともに、皆様のご健勝ご多幸を心よりご祈念いたします。衆議院議員古川靖様。これよりはお時間の都合上お名前のみとさせていただきます。先ほど挨拶も頂戴いたしました、ありがとうございます。衆議院議員大串博様。経済産業副大臣衆議院議員岩田和親様。参議院議員福岡高丸様。参議院議員山下雄平様。以上の皆様よりご祝電を頂戴しております。ありがとうございました。なお本日頂戴いたしましたご祝電に関しましては、アイパレットの入り口に掲示をしております。どうぞ皆さん後ほどご覧ください。それでは開式の言葉を多久まつり振興会副会長諸江啓二が行います。失礼いたしました。ちょっとね、ワクワクしすぎておりまして、常にね締めたくないという気持ちが出てしまいました。申し訳ありません。平式の言葉を諸江啓二副会長お願いいたします。皆さんこんにちは。やっと3年間のコロナも明けて5月には5類になりました。今年は佐賀県の南部北部ではですね、ひどい災害もあったようですけど、おかげさまで多久では大きな被害もなくて、多久まつりも昨年の縮小から今年は通常開催ということで、私たち JA も女性部のうどんコーナーを復活させていただきました。今年はそういう意味で佐賀県の産業技術学院の産技祭も同時開催ということで、大きく盛り上げる大会になればというふうに思ってます。今年の夏は本当に暑い猛暑続きでしたけど、その夏に負けないぐらい暑い多久まつりになればいいと思います。皆さん大いに暑い多久まつりを過ごしてください。これで閉会式を閉式いたします。間違えました。これは開会式を閉式いたします。これ副会長、私の分までね、ありがとうございます。お優しさを感じました。さあということで、第51回多久まつり開会式を閉式とさせていただきます。引き続きどうぞ皆さん多久まつりお楽しみください。ステージの皆様ありがとうございました。